はいじゃあお願いします。えー、じゃあお願いします。まあ,あこんなこんな感じでみんないます。はいはいよろしくお願いいたします。はいえっとじゃあさえ早速えあの矢部先生の何かお話はないんですか。あすみませんえっと自己紹介。ご覧いただき。 あの、あ、そうか、違うのか。今、おかしなことしてるですね。高田さんに移りじゃないですかあ、はい。<laughs> えっと、えっとですね、高田さんです。あの、僕が徳島大学の、あの、教育教育を教えてるときに、あの、看護学科に受けに来ていて、で、あの、教えてました。教えてたってか、まあ、普通にこういうとこでいたって感じです。で、あの、皆さん、鹿児島町というか、あの、 まあ東新町、あそこま鹿児や町商店街のところなんですけども、西本っていう料理屋、知ってます行ったことあります高田さん、全然西本知られてないですあ。知られてないですね。知られてない。学生さんが行くには、ちょっとなんかね、あの、ね、ちょっとお値段のレンジが高いかな。サラリーマンのね、憩いの場所ですから。ドクターに聞いてみるく知ってるかと。<laughs> であのまあそこの、 まあ人が、まあちょっと友達でして、で、その友達だったというのもあって、ちょっとまあ、あの、一緒にご飯食べたりとかもしてて、で、えー、卒業後も何となく連絡を取っていて、まあ今に至るということなんですが、あの、レジュメにも書いてたんですけど、あの、タイから戻ってきまして、で、あの、なんていうの自主隔離みたいな感じになってたんです。で、まあ、まあ、戻ってきたのは Facebook とかで知ってたので、 暇とか、まあ、あと、あの、大学の授業が、まあ暇あ、暇らしい、暇らしいの、フェイスブックからわかりまして。で、まあ、僕、遠隔で他で授業やってるから、まあ、授業出るとか。あと、タイにいる時も、ちょっとコロナとかの状況を、ちょっと授業でやるみたいなことを言ってたんですけども、まあ、結局ちょっとそれは仕事も忙しくてできなかったりして、で、今戻ってきてて、ちょっとあまりにも暇すぎるらしい。<laughs> いやなんか授業でもやるって言ったの、一週間前に、えー、言って、 今日見た？るってうそれだけです。そうですね。はい、<laughs> はい、慌ててスライド作りましたけどね。あのなので, <laughs> で、えまお、あ、ちょっとあの先にとまあ、同じ皆さんと同じように、最初からあの看護師を目指してたのではなくて、38歳の時に大学に入り直して、そこからまあ資格を取ったりしているので、まあ、皆さんのこの授業第二看護学科の方で授業をするにはまあいいかなっていう。 まあそんな感じです。じゃあお願いします。はいはい。じゃあえっ、ー、とこれは画面の共有ですね。はい、はい。でえー、とちょっと待ってどれ。あれどこ行った？<笑><笑>あれ？どこかに出てくると思います。出てこないですよね。えなんで？なんでかな,かな？なんか適当に押してください。壊れないんで。えー、だってちょっとないよね。 ちょっと待って。えー、っと。えー、画面の共有にやったらさっき出てきたことないですかえっと、画面,の共有画面の共有戻して、で、あの、まず、パワポを画面に出しておく、うん。あ、ちょっと待ってこ。ここから、ここからどうやったらこれ、あ、こ小さくなるのかなあ、で、これを 出しとく。まずマックを。あ、そっか。ところに画面出しといて。あうああ出しといてで。で、共有にすると、その画面を選ぶところが出てくるので。で、それを選べばいいですうーん。うーん、と、それで画面の共有で。あ、え、あ、出てきた。よか,ったよかった <laughs> あ、で、出てきてます。大丈夫ですか。出てます。できます。はいはい、で、これでスライドショーにすればいいんですよね。はい、お願いします。 でこれで普通に最初から再生最初から再生はい、できました、はいあ。できましたね、よかったです。では、改めまして、こんにちは、あの高田です、えー。本日は新型コロナから見るタイの医療と格差社会というテーマでお話しさせていただきます。えっと、こちらが本日のコンテンツです。まあ、この写真はタイ・バンコクの中心地を流れるチャオプラヤ川です。 えっと申し遅れましたが自己紹介ということで、えー、矢部先生の教え子で、まあ、現在住所不定無職年齢不詳の、えー、高田智子と申します、えー、この写真はタイで飼っていたあの大ヤドカリのフチコとプチコという名前のヤドカリですでまあなんかタイ人はおいしいのって聞く人がいるんですけどまあそのペットなんで、まあ、食べたりはしないですなんか半分ぐらい食べるって言う,う人もいるんですけど食べませんで私めっちゃこう大ヤドカリの生態を勉強してですねあのめっちゃ可愛い ってたんですけどある日まあ、筒型のねこういう筒型に入れてたんです8から。であの見事にこう脱出してですねで部屋に置いてあったゴキブリの殺虫剤を多分食べて。 しまったのかなっていうことで、まあ、数日後に悲劇があの起きてしまってすごいあの後悔しまくったという、まあ、絶対にまあ子供と動物の手の届くところには殺虫剤を置いてはいけないなということをもうあの思い知った教訓にまあうちこごめんなさいっていうことです。はい、まあ,あの自己紹介ってそんなことじゃないんですけど、まああのタイでバンコクでその日本人の医療コーディネーターとして、えー、ずっと働いてきました。 であ、そうそう。で次は8月からイファン東アフリカのジブチというところに赴任予定になっています。でえっと今回ですねあのー、まあ 本当はずっとバンコクの病院で定年まで働くつもりだったんですけど、まあ、コロナでいろいろと考えるところがあって、まあ、転職をあのしたわけですで、まあ、今回あのそのタイ、まあ、帰ってきて、まあ、タイに比べたらまあぬるま湯みたいなその日本のコロナ対策も、まあ、その東京オリンピックをやるという感じに流れになってきて、まあ、入国規制とかもすごく厳しくなってきて、まあ、その正直嫌な予感はあのしてたんですけど、まあ、私の入国日から3日間 うんの強制隔離タイからの入居者については3日間の強制隔離っていうのが、まあ、直前に決まりましてまあでもあの快適正直快適でしたあのお弁当がですねこういうふうにあの写真あるようにグドワのですねま前。 の椅子に置かれて、そのピンポンダッシュされるんですけれど、まあ、これがまあ、すごい楽しみで、まあ、その日本人が日本の四つ星ホテルに隔離するされるっていうのは、まあ、結構快適な状態だなと思いました。で、今はその徳島駅前のホテルに自主隔離してるんですけれども、まあ、毎日アトランダムに、その位置情報アプリ、まあ、あのアプリをダウンロード先にしとかないといけないんですけど、あの、それを今すぐ、今、ここっていうボタンがあって、このし。 右下ににっっててるるそれを押せっていう風に来るわけですで位置情報を知らせたりで、まあ、さっきもあの別の授業をあの一個前の一つ前に、まあ、突然ビデオコールがああやってやってかかってきてですね電話にで今すぐ顔出ししろとかあの部屋の写真こう背景が映るようになんかこうカメラ回せとか言われたりするんで、まあ、ちょっと小心者はおちおちそのコンビニにも行けないということで、まあ、今日で14日目で明日から無罪方面にえなる予定ではいます。 でえーまあ、さて本題ということで、まあ、私の働いていたバンコクの病院での経験を踏まえて、まあ、タイの医療についてお話をさせていただきます。でえーとまあ、タイに住む日本人なんですけれども外務省の調べによるとタイは国,あの国別在留邦人数でいうと世界で第4位に。 年別だったらあのロサンゼルスに次いで、えー、バンコクは約6万人ということで世界でで番目に日本人が多い都市ですで8月からはです、ね、この東アフリカのジブチ共和国というところに赴任するんですけれども、まあ、なんとそのあの外務省の調べによると27人しかいないと、まあ、全く状況が変わっちゃうなということで、まあ、本当にあの好きとか嫌いとか、まあ、言うてられない人数なんで、まあ、助け合ってなんとかミッションをあの遂行したいと思っています。 でえっと、ここがです、ね、私の働いていたその病院なんですけどサミティベート病院といいまして、まあ、バンコク内にです、ね、6つの死因 6つのサミティベットブランドの病院があります。で、私が働いていたのはスクンビットインというところです。で、世界のま他の都市と比較して、バンコクの日本人居住区のま特、あ、別あの特筆すべき点なんですけれども、かなりの割合の日本人がこのスクンビットというエリアに住んでいます。で、日本人学校とか日本語の通じるこういった国際病院へのアクセスとその利便性から、あの半径2、3キロ圏内に集中してこのまあ、5万人とか6万人が住んで でそれでまあこのエリアの中心に立地しているのがここあのサミティベート病院スクンビット院になります。日本国外では世界一日本人患者の多い,多い病院としてまあ名前を知って知られていることもあります。でえっと えー、ここがです、ねあのーまあ、な内部なんですけれどもあの、バンコクにいくつかある、んですこういうあの高級私立病院がで、まるでホテルのような雰囲気です。まあ、中庭ではです、ね、この右上の 右上,右上の、あのー、画像ですけど、まあ、その弦楽のカルテットの生演奏があったりとか、ですねロビーフロアはグランドピアノが置いてあって、毎日その生演奏をしていますで。日本人患者さんが多い病院なので、まあ、ジブリとかです、ね、ジブリの音楽とか、そういったのも結構演奏されたりしています。 ちょっと癒やしな空間になってますで週一にある金曜日かなにある民族衣装の日ってのがのが、まあ、いわゆるカジュアルで言って言われてるんですけど、まあ、タシルクの、まあね、正式なドレスとかをの、まあ、着ていてスタッフが着ていていやもうここ病院ちゃうやろうっていうふうにすごい結構優雅な雰囲気の中で仕事してました、うん、はいで、えーっとまあ、サミティベート病院スクンビットインの、えー 国籍別患者数なんですけれども、えっとえー、これはちょっと,ょっと古い2017年のデータなんですが、タイ人が約6割、で外国人があの残り4割、そのうちの半数が日本人患者になっています。つまりその5人に1人が日本人患者というような構成になっています。でスンンビットインはは基本本的には日本人、 と欧米などのその英語圏の患者さん向けのサービスを提供するあの委員になってます。で、えっと国によってその言語とか文化が違うので、まあ、サミティベート病院ではその6つあるシーン、それぞれがですね。ターゲットを、まあの国籍で分けていて、あのその国に精通したスタッフを配置するようにしています。で、例えばまあ別の委員なんですけれども、チャイニーズセンターとかあのアラブセンターなんかはあります。まあ、日本で例えばまあ国際病院といえば、ま1、あ、番に名前が上がるのがまあ、東京。にある あの正浦科国際病院かなと思うんですけど、まあ、正浦科の外国人患者比率っていうのは5%もないっていうふうに聞いていますので、まあ、いかに,にタイの,その病院が国際接触豊かなのかが、まあ、分かるかなと思います。 はいでまあ、5人に1人がです、ね、日本人患者さんなので、日本人に特化したサービスを、まあ、提供しています、まあ。日本人患者だけで1日、外来400人が来院するので、まあ、日本語通訳さんは約50名ぐらい在籍していて、診療時の通訳とか受付とか、電話対応などを行っています。まあ、これだけその日本人向けのサービスを提供しているというのは、まあ、世界広しといえどもサミティベート病院が、まあ、あの一番じゃないかなと思っています。 でまあ、2019年にはですねその何を思ったかその日本人医療センターなるもの、まあ、真ん中のこの,あの建物なんですけどあのそれをあの本院の、まあ、道挟んだ向かい側に土地が土地が手に入ったって言って建てち,ちゃってでまるで日本とかってう、ね、なんかこう目打ってその宣伝しちゃったもんですから日本人ソサイエティに、まあ、患者の期待値がもう上がる上がるもうここだけもう全部日本語みたいな感じになってて、まあ、でも働いてるのは95%耐制なのであの、まあ、逆にクレ,レームが増えちゃったかなと。 っていうような、なんかこう残念なあの現象も起こったりしていました。はい、で、えー、そんなまあ、国際病院としてのサミティベイトの医療サービスにはどんなものがあるかっていうところなんですけれども。 えっとまあ、日本語通訳さんだけじゃなくって多言語の、まあ、通訳が在籍していて、まあえー、院内で、まあ、患者さん入院してる患者さんとかが、ね、あの入院料のビジョだったりとかしてビザの延長とか、まあ、各種保険の,、まあその手続きなんかも、まあ、院内でできるようになっていて、えー、患者のそういったさまざまなリクエストにあの対応をしています。 でえー、緩和休大ということでですねあの次からは日本とタイの医療を比較していきたいと思います。えーとえー、タイのまあ人口は、ね、6700万,万人でおおよそまあ日本の半分ぐらいの人口を用意しています。医師の数はい人口1万人当たりタイは8人、日本は23人。 ベッド数はタイは、まあ、日本の10分の1ぐらいなんですけど、まあ、日本は病院の数も、まあ、ベッドの数も世界トップなので、まあ、3割なんていう、ねまあ、割合かもしれないです、えー。特筆すべきところなんですが、まあ、この赤字の、えー、と公立病院と私立病院の格差です。まあ、これは医療システムや、まあ、保険の違いに起因をしています。 えー、この右下にあるそのオレゴンのです、ね、ヘルスプランで2つだけルールというのがあるのをご存知ですかね、まあ、あのこれはですねいつでも受けられるアクセス、まあ、つまりアクセスですね、受けられる、医療が受けられると、でえー、とあと質の高い医療、あと安い、まあ、コストですね、安い医療、この3つのうちですね国民が選べるのは2つまで、1つは、まあ、犠牲にしなければいけないと。何を選ぶかっていうのも 国それぞれだとは思うんですけれども、タイの,あの私立の病院というのは、アメリカ型になっていまして、アクセス、いつでもどこでも24時間素早くあの医療が受けられますよと、あとはその医療の質ですね、世界トップレベルの医療をあの提供していますよというところを選んでいるので、まあ コストこちらの方がかななり高額になってますで一方その公立、国公立病院ですけれども、こちらはヨーロッパ型というのかな、まあ、そのコストを担保するためにアクセス、まあ、そのすごい待たされるとか、うんあのまあ、5時になったらガラがラ割ってしまっちゃうとか、<laughs> あとはまあその質ですね、まあ、田舎に行ったらちょっと質が悪くなるっていうようなことを言われますけれども、そういった質を犠牲にしているのかなというふうに思っています。 でえー、とさてまずそのタイの医療資格制度っていうのはどうなっているのかっていうふうに言いますと、まあ、医師のカリキュラムっていうのは日本と同じで6年生になっています。日本と比べると大学医学部の数も少ないので、まあ、タイの医師はねあのもともとすごいお金持ちの超エリートばっか りですで、す。まあ一応その医師免許を取ってから3年間は地方病院勤務っていうのが必須になってるんですけどまあその免除の罰金まあ、お金もずだしまあ、免除の罰金を払ってあの欧米に留学する人が多いです。 で6年間、英語教材であの勉強するので、まあ、医師はほぼ全員あの英語であの診療もできますしコミュニケーションもで,できますで。看護師はです、ね、一方4年生の学士免許になっていますで。教材は、まあ、うんちょっといろんな人に聞いたんですけど大体半々ぐらいって言ってました。あのー、英語教材を使うところも、まあ、あって、まあえー、看護師も医学英語を理解する人は多いです。であの例えば私がですね、あのー 働いててですね僧帽筋あの背中のね僧帽筋って言いたかったんですけど英語で出てこなくてあの「ここにあるこういうこういうこういう筋肉」っていうふうに説明したら「なんでとも子僧帽筋知らないの本当にとも子は看護師なの?」とかって言われて「いや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 そんな僧帽筋なんてあの英語で言える日本人の看護師さんほとんどいないよ」って「でなんでそんな僧帽筋はすごい有名でしょ?」って「<laughs> み,んなみんな知ってるでしょ?」って言われたら「対、まあ、人は要するにその筋肉の名前とか血管の名前も全部もう英語で授業を受けてるみたいなんですね。でこちらに 日本はまあもう言い訳なんですけどいやいやもう全部の筋肉も全部の血管も日本語で名前ついてるねんってだからもう看護学校はもう日本語の名前覚えるのは精いっぱいで英語の名前まで,まで覚えられへんって言ってだから日本語では私は言えるのよって <laughs> まあ言ったことがあるんですけどまあなのでまあ看護師さんも医学英語は皆さんあの英語であの病疾患名とかそういうのは英語で全部覚えてるようです。 でちなみにですねあの国際病院のカルテは9割方、英語であの全部書いていますで。看護記録っていうのはまあ手書きだったりすることもあって、あのタイ語と英語のちゃんぽになっていることが多いです。 でえー、次に、えーまあ、先っ医学部の数が少ないという話をしたんですけれども、まあ、これちょっと2014年かなちょっと古いデータになるんですけど日本と比較すると医療人材の数が、まあ、かなり少ないということが分かると思います、えー、っと薬剤師はねあの日本は世界基準でもすごい多いのでまあ32倍とかになってますけどまあ日本は高齢化もあってまあ あのリハビリ分野をもう2000年ぐらいからも、ね、あの人材をあの教育していてで、レベルも高くなってきているので、タイよりは,やはるかにそのレベルもあの人材も多い、まあ、高い印象があります。でまだまだそのタイはです、ね、あの感染症などの急性疾患も多いので、リハビリ分野の、まあ、人材が不足しています。この下の理学あの、ST、あ PT、えー、ST ななんんかはもうほとんどいない うん、なのでその、脳血管障害などで,です、ねまあ、リハビリが、早期のリハビリ、あと長期のリハビリが、まあ、必要な日本人患者さんが出たら、まあ、早い段階で日本の帰国を,を進めてあのいます。はい、かななり少ないですねリリハビリは、はい でえっとまあ、ちょっと話はそれるんですけれど、その医療職免許というのは、あのどの国でも国家資格になっていることが多いんですが、ASEAN、まあアアの中でもその日本の医療職免許が使用できる国と使用できない国というのがあります。でタイはそのタイの医療職免許がないと医療行為を行うことができません。ちなみに、試験はもちろんタイ語だそうです。でタイではその日本人のドクターでタイの医師免許、ダブル免許ですよね、取られているのはまあ2名。 で、まあ、その高級病院、高級市立病院にそれぞれ1名ずつあのご勤務をされています。まあ、ですので、その看護師もですね。タイの医療免許、看護師免許がないと注射1本打つことはできません。私もなので、あの看護師という職ではなくって看護師資格を生かしたあのコーディネーターとして働いていました。 でえー、さて、まあその、タイの医師の数に戻ります、えー。サミキベート病院スクンビットイン、この一つの病院だけでも688名の医師が在籍しています。あのベッド数はです、ね、270床ぐらいなので、日本でいうと中規模レベルの病院ということになります。まあ、全室、個室などで病院は広いんですけれども、あのベッド数は270ぐらいですで。ベッド数よりも多い、まあ、医師の数ってどんなんよって、ちょっとおかしいやろうとあの思ってですね、最初、この 人数聞いた時に1つ桁間違えてないかなって思ったんですけどちょっと間違いじゃないなかったですねで、うん、バンコクにはですね三大病院って呼ばれている高級私立病院があって、まあ、サミティベートもその一つなんですけれどもたったこの3つの高級三大私立病院この病院3つだけでそのタイ全国の医師数のですね医師の数の 10 1割を占めています3つの病院だけででもちょっと恐ろしい数字だと思わないですかねもう3つの病院で 10%, 10そこにいるっていう。でまあ、医師はそのバンコクにでしかも限られた病院に、まあ、偏在している、うん、つまり、まあ、田舎に行くとも医師のいないようなエリア地域っていうのが、まあ、あるということです。 まあそうは言ってもあのこの左の円グラフですけど73%はパートタイムのドクターです。これはですね国公立病院であのフルタイムで働いていらしてで,でもまあその国公立病院はやっぱすごいあの給料があの安い少ないんででもそのレアな疾患とか、まあ、その95%の国民タイの国民は国公立病院に行くのであのそういったレアな疾患とか症例数もすごい多いので症例は国公立で稼いで。 あの経験とかそういうのは稼いで収入は私立病院で稼ぐという、まあ、割とメジャーなタイのドクターの働き方でもあります、えー、特にまあ外国人患者さんをまあ多く診察している、まあ、の私立高級病院というのは世界的な医療技術とサービスでまあ医療費はかなり高額になっていますなのでドクターもで、ね、診療費なんかをもうそれでバンバン稼いで、まあ、1億円プレーヤーみたいなドクターもなんか中には。 いいらっしゃいます、はい、で、えっと、医療ツーリズムあの外国人もあの患者さんを誘致しているんですねタイはで医療ツーリズムという言葉ってご存知でしょうかねあのコロナ前までは日本でもインバウンドブームっていうかね外国人を誘致するっていうちょっとそんな風潮もあったようですけどねあのタイは医療ツーリズムのメッカでですねあの例えばあの有名なのは性転換手術なんかねあのは有名ですごい世界トップの技術があると言われています。 でコロナ前までの10年間でですね外国人患者さんは3倍以上になって、じゃかじゃかその外貨を稼いでいました、この医療ツーリズムで。でえっと医療えっと、これには、ですね医療ツーリズムメッカとなったそのきっかけっていう大きな2つのイベントがありました。 一つは年のアジアジ通貨危機ですでタイバーツがもう暴落しちゃったわけなんですけど、まあ、これでタイ人富裕層がですね、まあ、ヘリをそのヤフオを組み出すみたいな感じでもちょっともういろいろ皆さん大変富裕層が大変になったみたいでその富裕層向けのです、ね、高級私立病院っていうのはもう倒産の危機に陥ったんですこれで,でじゃあもうタイ人の富裕層がダメだったら外国人のターゲットにしたらいいやんかと。 いうことででその頃ちょうどタイ政府もです、ね、国家戦略としてインバウンドに注力していたという追い風もあって、外国人にそのターゲットの舵を切ったわけですね。で、それに加えて、その、えー、4年後ですかに、えーとアメえーと、2001年のアメリカ同時多発テロ、ですね911、これで中東系の方がです、ね、アメリカに入国するのがすごく難しくなった。 でそのために、まあ、その中東系の富裕層が、えっと、医療ツーリズムとして医療をたあのアメリカで受けてたんですけどこの,あの層がタイに流れてきたこの2つが大きく、まあ、その影響した。 ようで,すでタイはですねちょうどそう血のりも良かったですしタイ人の富裕層向けの病院がすでにいくつか存在していたのでその医療レベルもサービスレベルも非常に高かったっていうことが推進力にもなったのかなというふうに思います。 はい、でちょっとここで、まあ、タイの医療制度について触れておきます。あのタイも国民皆保険制度があります、日本と同様に。でざっくり言うと、この1、2、3なんですけど、サラリーマン加入する社会保険、で公務員の保険、あの共済保険と言われているよね、でそれで、まあ、ユニバーサルカバレッジっていう、その3バ 30, 30バーズ保険とも呼ばれて、まあ、100円ぐらいで受けられるっていうね、まあ、いわゆる国宝で自営業者など、ですね人口の75%が、まあ、こちらの保険に加入をしています。 ええと、それぞれね。でえっとまあ、日本と大きく違うことはですね。あの、日本はどの保険でも受けられるようにまあ、公務員だろうが、サラリーマンだろうが、自営業者だろうが、あの受けられるように差はないんです。けれど、タイはこの3つの保険で受けられるように幅があのあって変わってます。で、公務員の保険が一番、その保険カバーされる。まあ、病院の数受けられる。病院とかあと受けられる。診療まあ、薬剤使える薬剤とか治療の内容がまあ、幅があの広い。 うんまあ、一方でそのユ,バユニバーサルカバレージというのとものはですね、あの国立の指定病院しかその受診することができません、まあその、かなり患者数も多いみたいなんで、まあ、日本の3分の診療とかって言われてますけど、もっともっとあれらしいですよ、なんか私はまあ行ったことないんですけどね。 でえー、そして、私立高級病院はです、ねまあ、そんなその公的な保険というのは一切使えないその自由診療の病院になりますあの。いわゆる日本で言うと10割負担というやつですね。でしかも、すべての診療費、検査費、薬剤費、これを各病院がそれぞれ自分たちで決めることができます。なので、まああので、ーまあ、治療費っていうのはもう多分 おそらく国立病院の10倍とか下手したら20倍とかちょよくわか,からないけどそうもうすごい金額になるんじゃないかなと思います。であとその2番目の,そのオープンシステムというものなんですけどこれはまあ医,師の、えー、医師がです、ね、病院というその施設の箱を使ってその病院内に自分のクリニックをこう独立会議をそれぞれの,その診察室に独立会議をしているような感じイメージです。で病院にとって医師ははああ従業員ではなく であのまあ、外注のトップ営業マンみたいな、まあ、要するにお客様みたいな感じになってるんですね。で、まあ、分かりやすく言うとですね、まあ、皆さん見てるかな「そのあのドクター x 大門美智子あれですあんな感じです、あのー、私失敗しないので」言って「じゃあこのオッペンの金額はいくらでやります」とかあるいはもう「私はあのそういうことはいたしません」っていうようなことが言えてしまうと。 アキラさんですかね、あの人がこうメロン抱えてくることはないんですけれども、まあ、本当にあの自由診療なので、ドクターが自分であの診療費をあのこうチャージすることになります。 でえー、とタイの,その代表的な私立高級病院には BDMS、そのあのバンコク・デュシット・メディカル・サービスという、うんうん、あの病院グループがありますで。私の働いていた病院もこのグループで,です、ねえー、病院経営の株式会社では世界第3位の規模になっています。48病院あって、まあ、そのうちの18の病院が JCI を取得しています。JCI、えー、ご存知ですかね、まあ、JCI についてはちょっと次に、ね、説明をいたします。 えー、ジョイント、えー・コミッション・インターナショナル、えー、国際的、えー、医療評価機関で、医療の質と、えー、患者さんの,その安全性を国際的に審査するあの機関です。えー、タイではです、ね、2002年にアジア初で認定取得をしていますで2020。2020年、去年時点では61の医療機関が取得をしています。 えー、日本では2009年に千葉の亀田,亀田メディカルセンター、こちらを筆頭に30の医療機関が取得しているようです。えー、ちなみに四国には一つも取得病院はありません、えー。グラフのちょっと左端、2013年、うん、こちらには日本はたった7つしかまだ取得してなかったんですが、その時点でタイはすでにで世界 で3番目に取得数が多くて45取得してました。もうこの時点で世界有数の,その医療ツーリズム立国としてのまあ地位をあの確立していました。えー、っと日本の JCI 認定取得医療機関を適当にちょっとピックアップして、列挙してみました。まあ、なかなかちょっと名、ね、だたる病院ばかりが取得されているみたいですよね。はい えー、さて、えー、コロナコロナタイのの新型コロナの状況に移りたいいと思いますは2020年1月13日に初の感染者を認めてから、まあ、初動が早くて厳しい対策を取ったために、えー、封じ込めの成功国というふうに言われていましたが、まあ、長く続いたロックダウンで,です、ね、あの観光立国であるタイの経済はもう壊滅的な状況になっています。 やることが結構ダイナミックでまあ斬新やなっていうふうに思ったのは、まあ、タイには対正月っていうのがありましてですね4月13日だったんですけれどもあの帰省する人の,その移動による感染拡大を防止するためにですねタイの正月お正月を延期すると言い出しましてで、えー、正月の三が日のうち1日分を7月に残りの2日を9月に。 分散延期しますと正月をこう平日にしちゃうっていうところが、まあ、もうそこら辺もあの本気度は結構すごいんです。 んとまあ、今までの話の中で、まあ、タイの医療についてはちょっとまあ理解してもらえたかと思いますけどもあの日本などの,この先進国と違ってワクチンを買うお金とかもそうなんですけど、まあ、感染拡大した時にはです、ね、もう地方はすぐにも医療崩壊してしまう、まあ、そんなお国のまあ事情というのもあるからだと思うんですけれども、まあ、感染拡大を何としてでもさせないというようなちょっとこうあの気概を <laughs> こう感じるところが多々ありました。 で今年ですね2021年の4月に過去最大の第3波があのタイを襲いました。でこれがですね日本人居住エリアのど真ん中の真ん中でクラスターが発生して、まあ、しかもそのなんかこう高級コールガールがいるようなこう何ていうピン,ピンクというかですねナイト高級ナイトクラブで日本人が感染源になっちゃったっていうところもあってまあそこに日本大使もいたとかいなかったとか。 っていうことでめ、まあ、めちゃめちゃゃススキャンンダラスな、まあ、そのインパクトがありましてです、ね、あの日本人の多いあの私が働いてた職場も、まあ、連日連夜えらいカオス状態になりましてもう日本人であふれかえって、まあもうまあ、そんなこんなで,です、ね、また規制が強化されてしまって、まあ、美容室とかもです、ねまあ、もちろん閉鎖というか、まあ、その規制されてしまって私の髪の毛も本当はもうちょっときれいなんですけど <laughs> あのお金かけてるんですけどもう何ヶ月も美容室が開かない カラーリングができないままもうあの帰国することになってしまいました。美容室もだ,からだいぶ潰れたと思います、まあ、日本はなんだかんだと言ってもです、ね、やっぱりお金があるのかなと、まあ、飲食店とか、ね、そういう観光,観光の分野での,その経済支援国の経済支援もあるようですけれども、まあ、タイは。まあ これほど経済がもう壊滅しかかっているのに、まあ、個人への支援というのはもうないに等しいですね、これ一番下に書いてますけど、月に700円ってそれ、さすがにどうなんですかねってちょっと思うんですが、まあ、タイ人はし仕方ないなっていうそんな、そんな支援をその期待はしてないような感じではありました、はいでえーと。タイのコロナ規制の特徴をちょっと簡単にまとめてみました。えー、とバンコクで バンコクに一極集中しているということ、あとに、えー、と軍,軍主体の政権で今はあの強権発動ができてしまうこと、であと、まあ、仏教国なので、まあ、ハグや握手をしないというのと、まあ、かなりあの早期の段階でソーシャルディスタンスという言葉ばが、まあ、流行語になるほど、まあ、全国民でまあ取り組んだというふうに感じています。まあ、そうでなくてもです、ね、国民性がです、ねまあ、上からの支持にま従順だ いうことであの強権発動されてとされたとしても、まあ、突然ね、まあ、いきなり「こう明日からも夜間外出禁止やで」とか「あの移動したあかん」とかい「店内飲食店全部もう店内飲食禁止」とかって、まあ、言われてとしてもまあ仕方ないねとじゃあまあ、デリバリーでもするかとかあの院内でいろんなそのものを物販を <laughs> してみたりとか院内でそのマーケットプレイスみたいなねあの を作ってですね職員が、まあ、その弟の会社が潰れたからとか言ってなんかこういろんなものを売り出して, <laughs> 出して看護師さんとか売り出して私もよく買ってたんですけど、まあうんまあ、もうそれこそこういろんなことに対して柔軟に従順に対応をあのしています。でこれですね、まあ、タイの,その医療格差についてはちょっと分かりやすい2枚の写真をピックアップしてみました。えー、タイでコロナにかかったら まあ今十四日間の強制隔離治療を行わないといけませんで、えー、その家でいるとかは許されないんですけれどもあの富裕層とそうでない低所得者層この歴然たるさというのがありましてちょっと震える感じですよねこの左の写真はですねあの私が今年ちょっと具合悪くなってその自分の,あの病院に入院した時,のと時に撮った私の あの入院した部屋ですで職員、社員なのでこ,れこの部屋で一番安い、一番あのチープなというか、一番こうあのスタンダードなお部屋になっています。もっとすごい部屋がいっぱいなんかあるんですけど、10個ぐらいあの部屋のランクがあって、これ、一番下の部屋なんですけど、で型やカーテンもないようなあのシーツの色もとりどりの、そういうところにあの隔離されるっていう、まあ、全然違うよねっていうことなんですけどね。 でえっと、日本人はね、まあ、私も含めてコロナ前っていうのは、まあ、もし病気になったとしても、まあ、いざとなったら保険の効く、その日本に帰って治療したらいいやって思ってたんです。うん、でも、今はちょっと違うので、まあ、最後にまあコロナ禍における国際医療搬送の実態について、ちょっと説明して終わりにしたいと思います。えっと、タイはですね東南アジアの医療ハブ。 だったんですね今もそうまあ一応そうなんですけどね、まあ、タイ近隣諸国からタイに治療しに来るでタイから日本にあの日本人なんかは日本に帰るっていうような、まあまあ、その医療搬送のケースがありましてで私もハンドリングし,たケースしていたケースっていうのがコロナ前は、まあ、年間に30件くらい、まあ、月に23件ぐらいはあったんですねで日本へ、まあ、患者を搬送するためにその院内病院自体が、えー、国際医療搬送チームっていうのがあって で、まあ、その人たちと一緒によく仕事を、あの、していました。これが、こんな感じです。えっ、ー、と、病院が、しょ、あの、所有している、あの、ジェット機ですね。あのヘリコプターとか、まあ、あの、ハイドロ、なんやら、なんか。 水医療,医療,の,医療の,、まあその乗り物っていうかなんですけれどもそういうのがあって、まあ、チャーター機を飛ばしたりとかしてあの医療搬送をしてるんですけど、まあ、タイから日本へっていうのはちょっと遠い距離があるのであの台湾とか香港とかで辺りでまあ給油が一回必要になってしまって時間がかかってしまう。 っていうので、まあ、ダイレクトにあのフライトが飛ばせないんで、まあ、あの日本人の場合はドクターがあの患者さんにエスコートしてであこのちょっと右の下の写真ちょっとちっちゃいですけどあのこの右の下の写真みたいにあの対航空を使うことが、まあ、今ちょっといろいろ大変ですけど対航空を使うことがあの多かったんですけど、まあ、の皆さんが、まあ、国際線に乗ってるフライトですね普通のフライトあのコマーシャルフライトっていうんですけどそういうとのフライトの予約をして、まあ、そのストレッチャーで搬送 でこれはです、ね、この下の写真こうエ,コエコノミークラスのです、ね、座席の6席を潰して、まあ、背もたれを前にバン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 と倒してちょっと高い位置になるんですけどそこにストレッチャーをバンとこうい設置してあの移送をあのしていました。 でまあ、重症ケースの場合とか、まあ、そういったドクターエスコートであのストレッチャーで搬送したりとかする、まあ、その緊急移送するにはかなりの費用がまあかかります。でこれ個人ではすぐに払えるような金額ではないので、まあ、あの保険は大切と、まあ、いうことなんですけれども、まあ、今はそのタイの入国条件として約1000万円の,あの医療保険の加入が義務付けられているので、まあ、安心なんですけれどもあのタイのタイあコロナ前っていうのはですね保険のない患者さんとかがあの日本語しか できないからって言って私の働いていた病院に来て、まあ、実際すごいあの日本帰りたいここ医療費が高すぎるっていうことで日本帰りたいって言って返そうとするんですけど、まあ、その返すお金がまあないで医療費を払ってもらえないみたいなケースも。 結構日本人はあの多かったんですであの私はその日本の家族にあの連絡をして「矢部拓也様のお母様でいらっしゃいますか?」って言ってまして今その拓也様がタイの病院で入院されてるんですけれども今ちょっと意識不明でですねあの本日3日目なんですが今 ICU に入院されていて医療費が780万円ほどになっておりますこのお支払いについてあのご相談させていただきたいんですがみたいな電話をてするわけですよ。でそうすると、まあ、そのかなりの 割合でですね、家族関係がもうこう,こう崩壊していくんです。すません、そんな子はとか。もう勝手になんか、のたりじに死んでくだ,してくださいとかって、もうそんな払えませんとかなって、もうえらい、えらい。こう家族がこう崩壊していく様が、あの、本当ちょっと切なかったので、保険は大事ですよという、話です。はい。はい。ということでですね、まあ、コロナ禍における医療機関の問題点と対応を、ちょっとまとめてみました。 いろいろと,と、あのー、医療機関サイドでも大変なんですけど、まあ、これだけその国を超えた往来ができにくい状況になってしまうと、まあ、その高額な治療でもタイで、まあ、その治療せざるをえない。 っていう状況になってますでまあじ地獄の沙汰もなんとやらということでお金がないとちょっと本当に大変なことになる医療を受けられないみたいなことになるんですが、まあ、日本に帰りたいとあの患者さんおっしゃられてもその規制が厳しすぎてですねその搬送手続きに何ヶ月も前昔そのコロナ前は本当に1週間もあればあの搬送できてたんですけれどもあの何ヶ月もかかってそれでも許可が下りないっていうような状況で、まあ、正直にその日本に行って本に 日本に来て返すことができなかったケースとか、まあ、本当に高額な医療費がかかってくるケースなんかも、まあ、そのコロナの状況においてこの1年半あのすごく少なくない状況でした。はい で、えーとその、これですね、あの院内にある霊安室なんですけど、まあ、私、本当、ここが職場なのかなと思うぐらい、こうへん頻繁に結構出入りしてた場所です、あの本当ひっそりとしたあの場所にあるんですけど、えー、と日本人がその海外で亡くなるケースっていうのは、もう本当、私以上に担当したスタッフっていうのは、世界広しというよりも、まあ、あんまりいないんじゃないかなと。 思うぐらいです。で、まあ、フライトがね、今はもうほとんどキャンセルになっています。あの、この右下の黄色い、あの、列、これ全部、あの、本来、フライト、あったフライトなんです。これぐらいバンコクっていうのは、まあ、しょっちゅうフライトが飛んできてたような、あの、国、あの、都市だったんですけど、これ全部キャンセル、黄色のフライト全部キャンセルになっている。 1>, うん、で1件だけあの、この1年半、コロナ禍において1件だけあの搬送することができたケースがなありました、でそれはあのもう特殊な例だったんですけど、まあ、航空会社、まあ、この時はアナさんを使ったんですけどね、あと日本大使館の,あのオフィシャルレター、サポートレターを書いてもらって、このケースは特別ですよということをあの日本国の方に認めてもらって、あのなんとか、まあ、その返せました、そういった、まあ、あのいろんな方の協力がなかったら、ちょっと返せなかったケースでした。 はい、でも本当、そんな方は日本の今、あの家族のもとに帰られているはずです。一、えっとまあ、日も早くですねコロナが収,収束して、まあ、患者さんが望む治療、望む場所で望む治療が受けられる日が来ることを、まあ、願っての終わりにしたいと思います。あのご清聴ありがとうございましたっていうことで、ですね矢部先生、<laughs> さっきの授業ではあまり、あまり、あ,のあまり。 ちょっとあのこの感動が分かってもらえなかったと思うんですけどおまけなんですけどあの、はいえっと、バンコク在住の徳島にゆかりのあるメンバーであの発足したバンコクアワゆかりの会っていうんですけど、まあ、その2017年にですねタイの日本関係のお祭りでは最大の,そのラムオンボン踊り。 祭りとかがあってそこで泡踊りを招致するというプロジェクトこれに矢部先生はアドバイザーとして関わってくださってたっていう関係もありまして、まあ、無事に大成功を収めた際のこうビデオ映像をアップしてますのでまあちょっとぜひ多くの方に見ていただきたいなと思いまして <laughs> まあ今では本当夢のようなイベントなんですけど、まあ、タイで阿波踊りの鐘の音をね、まあ、聞いた時の感動というかまあその郷愁といいますか、まあ、そのタイ人も一緒に阿波踊りを踊っている、まあ、そのあの 姿を見て、こう感動する、感動したわけなんですけども、ちょっとぜひ共有させてもらえたらなと思いまして。で、これは、私はこれをクリックしたらいいんでしたかね。はい、うん、やってみてください。で。クリックしました。あ、こう。音聞こえます。画面出てないんで。あ、ちょっと待って。 画面の、どうするんだったっけまたわスからの分からなくえファイル閉じて、えっと、パワーポ閉じてパワート閉,閉じたら、多分共有終わるから共有あ、共有の停止ね。共有の停止。はい、パワーポート閉じて、えー、で、また画面の共有をして、はい、で、えー、っと、阿波おり、これをクリックして、最初からやましょうね、最初からね。はい 高田さん、YouTube の音が小さいんですみません。また、え<っ>、終わりました。終わりました。終わりましたね。はい。はい、えっと。はい。え、はい、これどうしたすね。面の共有の停止。はい、共有、共有の停止。はい。はい。はい YouTube 小,小さいんです。いやなんかね、多分後半と前半の音のボリュームが違ってるんじゃないですかね。そんなくてから小さかったんそうなんですね。そんななんかことはやってないんですけど、まあ、よくわかりません。私には。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ。 今見てで楽しやろうかなって思っています。<laughs> <laughs> まあちょっと <laughs> まあ、まあ、今のは割と真面目な話なんですけど、最、ま、近、あ、聞いたんですけど、はい、まあ実際にそのなんだろう、生活レベル、ま,あ、まず最初の一つ目の話は、その教育の話をすると、 あの、日本は大学の教育って全部日本語の教科書でいけるじゃないですか、医療を含めて。でも、海外は国によっては英語の教科書しかないところがあって、れは看護師も同じなんですけど、そうすると、まあ、非常にグローバルスタンダードでいいというふうにも言うんだけど、一方でですね、日本で、例えばそれでやってるパターンで考えると、ちょっと日本で嫌だなと思ったら、まあ、海外に結構行ったりとかしてしまって、まあ、アメリカなんかに行ってしまうことが多くて、 あの、まあ、いわゆるその開発途上国と言われるようなところで教育を受けた人が、まあ、最初はみんな医,医療に目覚めてやるんですけど、めっちゃコーディネーターみたいなのが来るんですよね。で、すごいお金でうちに来ませんかみたいな形で、こう、もう行ってアメリカにこう行ってしまうみたいなことが、まあ、言われてます。で、日本の場合は、だから日本語でやるので、逆に言うと、まあ、海外でそのコミュニケーション取れないから、 できない技術はあったとしても、あと、不正とかもわかんないじゃないですか。なので、国内で育てた人が基本的には国内になるので、まあまあいい、いいというか、ただ、じゃあみんな働いてるかっていうと、今度職場が嫌な時に、看護師さんの、ね、場合は、大量に病院に行くのが嫌になっちゃってる人がいるじゃないですか。だからまあ、なんていうの、まあちょっと何がいいかっていうのはまあわからないんですが、ただまあその、 グローバルスタンダードがいいというふうに言われる一方で、それをしてしまうと、グローバル市場に巻き込まれるので、そのできないっていうのも、まあ、あるんだよね。っていう、まあ問題。これちょっとまあどっちがいいかっていうのは難しいですよね。うん、ここら辺はどう、どうなんですかね。その、えっと、タイで、田村さんみたいに働いている日本人の医療関係者はどういう人が言ってるんですか あ私の知ってる限りでは多分2三3 0人は医療職がいるはずなんです。もちろんドクターでそのタイの免許を取ったドクターで取らずにドクターコーディネーターとして、まあ、そのコーディネートをしているドクターであとは、まあ、看護師さんでも,もうあの通訳もできる看護師さんで私みたいに、まあ、搬送とか、まあ、英語のどちらかという仕事が多いあの看,看護師の資格を生かしてやっているコーディネーター。であとは、まああの まあ、そういっったちょっと医療を、まあ、リハビリとか、コメディカルの人、栄養士さんとか、えーと、医療にはちょっと親和性の高いような人で、あの語学のできる人、でそういう方が、まあ、働いていますね。はい、で、まあ、ちょっとあの、なんか質問があ,あれば、何でも答えていますまあ、そうすると、僕はまた適当に聞く感じに続きますか。 はいちょっとさっきと同じですが、まあちょっとあの高田さん自身がだからまあその38歳で、まあかんと、特大に来たんですよね、はい、社会人入社ねあ入,学入学で。はいそれはどうしてですかね。<laughs> また、あのあれなんですけどね、まあ、38歳でまあちょっとまあ離婚したので、一人で食べていかないといけないな、今後と思ったときに、まあその まあ興味もあった医療の、まあ、資格を取ろうかというふうに思って。まああのー イギリスでで医療を勉強してたんですけど、まあ、日本で日本人として働くならちゃんとした医療職の免許があった方がいいなとであのそういう,うに、まああのその西本の美和ちゃんにも言われてましてあの特大社会人入学あるよって,言って受けてみたらって言われてで赤本とかも全くなかったのであの何をどんなレベルで勉強していいのかが分かんなくってとりあえず試しで受けてみようと思って一時帰国して試しで受けてレベルを見極めてで足りないところを勉強して2年計画であの入学 する予定だったんですが何か知らないけどあのギリギリ受かっちゃってしまって <laughs> で、まあもう来年受けても受かる自信ないしなぁと思ってまあイギリスのカレッジを卒業せずにもうそのまま徳島大学にあの入学することあ,あイギリスは彼に行ってたカレッジ行ってたんですよであと卒業6月卒業だったんですだから本当卒論書いたら終わりだったんですけど日本は4月入学なのででやっぱ1年生の時で必須の 授業もあるから、そんなん2か月ちょっと遅れるとやっぱ大変なので、もうあの向こうでの卒業を諦めて、まあ、日本であの日本で最初から入学、4月から入学っていうことで、こっちに帰ってきたんです。でもまあ、あっちはその医療的な話ではなかったということ医療をやってます一応医療。えでも、そうしたらなんかこう看護師的な話ではなくて、うん、じゃなくて、カウンセリング的なものをやってました。うん、なので、一応、解剖整理とかはイギリスであのやってたんですね、2年。 かはい、で,で卒業してからはどうしっすか 看護は臨床の,あの科学というかあの臨床の学問なので臨床ができない看護師っていうのはちょっとどうなのって先生方にも言われて私ちょっと看護師とかちょっとできないかもしれないとかって言ってたんですけどとにかく3年間頑張ってきなさいと臨床できない看護師なんか意味がないわよっていう感じで,でしかも夜勤ができない看護師なんてどうなのよみたいな感じでどの先生もいや私もこの年だから夜勤無理だと思うってやってみないとわからないわよって言って夜勤ができない看護師なんてって言われて頑張って総合病院に入院 職したんですけど夜勤が始まる、まあ本当えー、あれ 6, 6月ぐらいから夜勤始まるんですけどもそこから体調おかしくなってあもうちょっとこれ無理と思ってもうその時42歳だったのでうーん慣れないあの仕事に夜勤っていう、まあ、そのダブルパンチでですねなかなかちょっともう継続が難しくなってドロップアウトしちゃいましたたでせっっっっかく撮った頑張って撮った。 あの医療免許なので、まあ、生かした方がいがよいいかろうとでも日本で夜勤するのはもうきついしなっていうので私まあ、じゃあ,あの別に転職するんだったらその日本国内じゃなくてもどこでもいいやんって思って、まあ、タイに行くことにしてで受けたら受かったのでよし頑張ってみようと思ってで意外に気に入ったので頑張ってたんですけどね。<laughs> で結局タイ、何年間ぐらいた、はいたんですかえっ、ー、と、6年と2か月ですね。で、昔3年住んでたので、結局、ああの足掛けというか、トータルでは私、タイは9年ぐらい住んでいます、はい、いる国です。はい、なるほど。それで、なんかちょっとこう生活水準というか、うん、ご給料みたいな感じの、うんはい、ちょっとその日本とタイの比較みたいに。 はいあのー、タイはですねまずタイ人の場合は、えっと、看護師さんっていうのは、まあそのえー、例えば大卒のですね、まあ、大卒って言っても日本よりも少ない数だからまあちょっとエリートっていうかあれなんですけどホワイトカラーって言われている大卒の、えー オフィスで働くオフィスワーカー、この人たちがだいたい初任給が2万バーツって言われてます。まあ、ゼロ対策はたい日本の物価な感じになるんですけど、まあ、か20万円ぐらいとしたら、看護師さんはだいたい初任給3万バーツぐらいだそうなんです。なのでまあ30万円ぐらいに、まあ、一般のサラリーマンよりちょっと多いかなという感じみたいです。ただ、日本人、外国人については国籍によって全部最低給与というのは決まっていて、あのその給与を出せる人材じゃないと、あの うん、ワークパミットというその労働許可証が国からおいないのでその単純労働者とかはあのタイで働くことがあの日本人の場合はできません。なのでもう日本人っていうならばもうあのマネージングレベルの方とか、まあ、専門職であるとかそういった方が多くその最低限のお給料を、まあ、まあ担保しないといけないレベルの能力が必要なので,なのでそれぐらいになりますね。なの大体タイ人人の,の倍以上は日本人で タイででで働いたら、まあ、以上ははもらってるはずですなので私もうんと日本円にすると,ちょ,っとまあちょっと悲しい金額になるんですけれども、まあ、その外国人日本人で、まあ、そのタイで働いて、まあ、マネージングレベルまでやれるっていうことであの大体あの実感としては日本だったらまあ年収1,000万円ぐらいの生活レベルであのタイで住んでいました。 でそのの万レベルの生活ってうんまあ女性一人暮らしなので、まあ、セキュリティもあるし、まあ、タイ語もネイティブではないので喋れるというので安全性も見なきゃいけないので生活するところはその高級住宅地病院の近くであるんですけど高級住宅地のコンドミニアムで、まあ、プール付き事務付きでセキュリティもも24時間あのなんていうんですかねこうあのドアマンがいるようなところに住んであのまあ 楽々な生活を、まあ、その贅沢しなければまあ楽々な生活というかまあ日本にちょっと帰ってきてあのお友達とご飯食べたりするぐらいの,あの余裕はあるような生活それでもまあ貯金もちょ多少はできるというようなまあ生活をしていました、まあ、日本円にしちゃうともう本当つらいので、あのー、早く稼い,稼いで <laughs> 貯金しないとなとは思ってるんですけどもっと大事に住んで住むにはもう全然問題なかったと思います、はい、なるほどね あのそ,もそもそもタイの仕事はどうやって見つけたんですかえとアジアのなんか仕事探すみたいなそういうサイトがあったんですねなんか、うん、いろんなあのネ,ネットサーチしてたのでちょっとどのサイトだったか分かんないんですけどそういうサイトで医療っていうので連絡が欲しいみたいな医療にチェックをしておいてあの海外の医療みたいな感じでアジアみたいなあのそこにチェック入れとけば、まあ、あの定期的にあの転職の,その情報が来るので。うん あとは JICA のパートナーっていうまあサイトがあってそこは国際的な仕事が全部その集まってくるのでそういったサイトを見ながらはいあのあここいけるかなとか <laughs> 思って履歴書を <laughs> 出してました。あじゃあもう全然なんかそういうい 人的ななコネクションがあったわけでないです本当に単身一人知り合いも誰一人ももう昔住んでいたって言っても胎児の友達なんか一人もいなかったしもう当時お友達だった日本人もみんなもう日本に帰ってしまっていたので、まあ、誰一人あの知り合いはいなかったでその時にまあその,あの採用してくださったそのあの病院のまあドクター日本人ドクターがいろいろ世話をしてくれてこういうとこ住んだらどうとかあの何持っていったらいいですかみたいなあのそういう相談をんてくれて。 に乗っていただいて、今でもその先生とは仲良くつながっています。はい。お世話になった先生。はい。上司ですけどもと。はい。じゃ、誰もいない。そうです。家探しも自分で。はい。しに行って。このうう騙されたら終わりやなと思いながら。 あのデポジット払えって言われて払って本当にに鍵くれるんかなとかこれお金今払って本当にに手書きで領収書とか書いてくれ本当にこれ大丈夫かなって騙されてないかなとか思いながらあの単身で家探しして本当にあに引っ越しも自分でして、うん、やりましたあなるほどなあ,あとなんかその医療的なこうなんかスタンダード的なものを 行ってる際の病院の何をもってスタンダードっていうのがちょっと難しいんですけども、うん。 まあ、一つ私があの残念自分,に自分に残念やなと思ったのはやっぱりそのタイの病院で日本人コーディネーターを、まあ、医療職のコーディネーターを雇うっていうことは日本の医療を分かっているで日本の医療をあのやっぱりそのタイにあの輸入するじゃないですけど、まあ、その日本人の多い病院なので日本人の患者さんのためにその日本の医療に近づけようみたいな取り組みがあったんですだ,だけど私臨床経験があまりないので日本の場合どうするのって言われてもで分かんなかったりとかしてもう本当に。 あの教,教科書いっぱい持っていってでもう本当なんか恥ずかしいですけど自分の経験がないのでそういう資料とかを読み込んで参考書を読み込んで日本ではこうしていますとかお友達、はい、あの看護の学生だったお友達にこういう場合ってどうしてるって聞いてあのかっこ悪いですけどそんな感じでなんとか持て、うん、るそのネットワークとちあのものであの対応はしていました。 なので臨床経験があれば、もう少しこういろんなアドバイスを患者さんにも直接できたかなと思うので、あの、まあのまもうちょっと頑張頑張れたらよかったなと、<laughs> そこは残念だなと思うんですけど、はい、なるほど、はい、えなんかでも、タイ人の,その看護師さんとかもまあ知り合いができますよね。はい、そうですねはい なんかそのこう教育とかいろんなことも含めてそういうタイの医療教育的なものからなっていくるようなこう看護師さんとまあ自分も含めて日本とのなんかこう差みたいなものとか。看護師のできる範囲っていうのがあの職域がやっぱりタイの方が狭いですね。あのなので、えっと、割とあの看護の学生さんみんな知ってると思うんですが看護師の役割としてはその診療所の補助。 っていうのがあると思うんです。もうそれだけなんですね。もうドクターの本当アシスタントみたいなあの感じで、あの看えっ、ー、と、えー、看護のですね、そういう,うなんていうの看護課程みたいなそういうこ 自分でその看護の目標を立ててあの看護師の目,目で患者さんを見るっていうことにはあのやっぱちょっと劣っているといいますかそういう訓練がされてないまああくまでも本当にあの看護師っていうのは注射をする人点滴をする人みたいな感じでドクターの指示に従うっていうようなあの補助的な役割の方がやっぱ多いですねまあ,あ ICU とか行くとだいぶ違うんですけどあと救急とかに行くとだいぶ違うんですけど病棟看護師はそんな感じであのやっぱその職域が違う。 なんから日本ではあのこういうことが看護師できるんですってねなんてあの看護師さんにタイの看護師さんに聞かれることはでびっくりされたりします。日本では看護師がやるのよって言ったらびっくりされたりしますね。うんうん、あなんかこうジェンダーバランスはどうなんですか。ジェンダーバランスはタイはあの世界でもトップと言われているぐらいあのえっと。 女性が活躍する女性男尊女卑というかまあ、女性の方が強いあの社会なのであのかなり女性が進出しているその進出レベルで言うと本当世界トップレベルだと思います、うん、あの男性よりも女性の方がよく働くというか優秀だというかまあ優秀っていうのはあるかもしれないですけどまあそんなのなのでドクターにしてもあのあの えー、私、先出した,表があったとグラフがあったと思うんですけど、まあ、ほぼほぼ半数の,あの方が、ドクターでも女性が半数、あの男性が半数みたいな感じになっては来ていますね、はい、看護師はどうなんですか看護師はやっぱり女性の方が多いですね、もちろんあの ICU、ICU じゃないな、ER、あの救急とかだと男性の方が多かったりあのするんですけれどもあの、力の強いリハビリとかもやっぱり男性の方が多かったりするんですけど、あと搬送,搬送の人。 あのナースは男性が多かったです、ね、やっぱり女性でもあの大きな体の人が多いんですけどあの女性は本当にやくあの活躍してるなとな私の上司もあのドクターだったんですけど対人の,あの女性でしたし取締役についてもちょうど女性が半分ぐらい病院の中であのいらっしゃるだからドクターが、まあ、取締役に経営陣に上がっていくんですけどやっぱ半分ぐらい女性なのでどうしても経営陣も半分ぐらいは女性下手した女性の方が多いんちゃうかなと思うぐらい女性が多いですね取締役も。 は知らない。はい、あ、なん、なんでなんです。うん、もともと、まあ、これ、私の、なんかもう、あの、あの、書簡といいか、あの、本当は分かんないですよ。私が思うには、男性が全然働かないからだと思うんですよ。 <laughs> 男性はなんか私のイメージではタイ人の男性はいつもなんかそこら辺の道端でなんか酒飲んでなんかこううだうだして浮気してっていうようなそういうイメージしかないのであの働くのは女性が女性が働いてるみたいなそういうイメージであのタイの昔タイの,あの子供さんとかに「お父さんは?」って聞いたら「死んだ」ってみんな言うんですよ。こんなによく死ぬのかな親父こんなによく死ぬのかなと思ってたんですけどやっぱちょっと出て行ったりするらしいですね。あの ほっぽらかして <laughs> だから、面倒くさいから死んだって見てよろしいんですよねなんか、まあだ。男性があんまり働いてる、もちろんあのエリート層っていうのはう皆さん熱心にすごい働きますけど、あ<ー>まあ、一般的には、まあ、男性なんかあんまり働いてないんだみたいなー,イメージがありますね。じゃあ、いわゆる性別役割分業みたいな感覚ではないっていいですかないですね。 みたいなのとは全然な,な,なくて、まあ、女性だからっていうようなことで、なんか不利益をこう被ったようなことは。あんまほとんど感じたことがない、なかったと思います。うん。うん。うん。 実際に、えっと、じ日本人セクションでまあ、100人近いあのそのセクションなんですけどデパートメントなんですけれどもそこで、えー、マネージャー職っていうのが四人私を含めて4人いたんですけど、えー、私男性同じ同士の男性日本人であとタイ人の女性でタイ人の女性女性4人男性1人っていうかタイ人タイ人日本人男性日本人女性みたいな感じの割合でしたね。うんなのでであの その上の、えー、統括するあの人は、えーと、タイ人の女性のドクターだったので、うん、なんか別に女性だからっていうふうなことは一切感じたことはないです。えじゃあ、そういう大学進学率みたいなものとか、はい、高等教育進学率もあんまりそこってさ。変わらないと思います。はい、変わらないと思います。はい。<laughs> 女性だからっていう、むしろ女性だから頑張って働かなきゃみたいな男が働かないからみたいなのあるんかもしれないなと思いますね。うん、なんかちょっと 仏教国なのにねそうですねでも東南アジアって割と男性がダラダラしてるイメージが私のイメージですけどありますけどねあの日本人男性もそうみたいですよあの人材のそういうあの会社人材派遣会社みたいな日本人の人材派遣会社っていうのはタイにもいくつかあってあのタイに来る、えー、日本人男性はもう全然使い物にならない。 でタイに来る女性はもうみんな着替えのある人で,でもうすごい頑張る人が多いと、だから女性は9割使い物になるけど女性男性は9割使い物にならないって言われているぐらいですね、私の周りも男性でタイに来てる人はなんか日本人でもどうなのっていう人は、まあ、多,い多いですね。なるほどイメージが違うと思います。 あとなんかあの、僕んかんない、ニュースで聞いたら、なんかケットとかは隔離なして、う隔離して、それを、はいいはい、7月ぐらいからスタートさせたいというふうに政府はすごく推進してるんですけれども、ちょっとまだ不透明ですよね、あの地元の方々の賛成票と反対票がやっぱりすごいあって、あのそういった意味では、ちょっとコンフリクトが起こっているっていう印象はありますね。 あのうん、観光,観光業,業界の方はもう何としても誘致したいとそういうふうにしてほしいともう潰れちゃう。 死んじゃうっていうふうな状態なんですけど国民の8割はやっぱ感染を恐れているのであの観光業種の人たちが 2, 2割いたとしたら2割の人たちは推進、推進、推進してくれないつ潰れる、死んじゃうってなってるんですけど8割の住民さんはその観光とは関係ない仕事をしてたりとかするといやいや、まだ大丈夫でしょとそんなことよりそんな外国人入国させてどうすんの怖いやんっていうような感じでその住民の中でもやっぱちょっといろんな対立があるみたいなのでなかなかちょっと難しいかもしれないですね。ただまあ国としてはもう,そう するべく推進しているので今になってやっとワクチンの接種もだいぶ始まってきましたかなり遅い、うん、ワ,クワクチン接種はどうなったら医療従事者のワクチンあ医療従事者はもうすでにあのー、5月の段階で済んでいましたねほとんどの人は、うん、希望者はただシノバク中国製のシノバクだったのであなるほど、はいうん、高田さんどうしたんですか 私はあのその時はあの会社から一応職域接種っていうことで希望が聞かれたんですけど死のシノバックですよと言われたので,でその時タイはまだ感染全然広くなかったのでもうどこにコロナ患者なんかいてんのっていうような状況だったのであのちょっと様子見みんなが打ってからにしようと思って <laughs> 私は希望しないままでもうあの帰国が決まったのでじゃあ日本に帰って。 うん、ファイザーが売ってたら、ファイザーがいいな、なんて思っていて <laughs>。あの、ちょっとしのばっこはどうかな、なんて思って、そういうなんかこう下心もあり、で、あの、まあ、帰ってから考えようと思いまして。はい。売ってません。まだ。みさん、どうなのですか。二回してる。生徒、うん、さんたちは、皆さんもう二回ほぼしてる。うん、あの、私も臨床に行くんだ。 たたらしと思います印象で患者さんと接する仕事であったらあの自分が感染源となってしまう媒介してしまうということはまあ,あの看護師にとってあのちょっと職種として社会的にどうかと思うのであのそういった場合だったら打ったと思うんですけど私オフィスワークをしていたので患者さん自身に接することっていうのはほとんどなかったのであののはい、はい、なのでまあ、そこまであの接種をあの強制はされなかったのでまあ、していませんけど。うんあ どうですか、ね、なんかあのクラス委員長的なこと言、はいだしてくいじゃあちょっと何かご感想の方本日はありがとうございましたあはいこんにちはえっとタイの医療とかはいとかまあついて初めて知ったんですけど すごくあの華やかなホテルがある、すごい格差があるんだなっていうのも知って、あのすごく貴重なお話をさせていただきてありがとうございました。ちょっとめっちゃメモしてるじゃないですか。すなんかちょっとミスターあげてくださいよ。ミスターいやなんかね、これちょっとこれ、いろいろメモしてる。 うちの大学生よりもちゃんとしますよね。めっちゃなんかレジュメント。わあ、すごい、すごい。伝わってますよ。原さん伝わってます、結構。えー、すごい。はい。ありがとうございます、はいあの。医療、タイの医療とか、あの、まあ、過去差によって医療に受け入れる、受け入,入れられるの差が、差っていうど、どういった差があるのかっていうのを知って、すごくあの勉強になりました。で、 あのコロナの影響で、タイにいるタイの方だったりとか、日本人の方っていうのが、のの制限があるので、治療においても、どういった被害があるっていうのも知って、本当にあの勉強になりました <laughs>。はい ああの本当に日本人で本当に国民皆保険制度があるっていうことがどんなにありがたいことかっていうことを、まあ、海外に行くと多分実感することになると思います。なので医療はやっぱり人とお金がかかっているあのものであると医療はただでは決してないのであの海外に行くと。なので本当に大切に日本の医療を守って行ってもらいたいなと思います。はい。あなんかちょっと偉そうなこと言ってたごめんなさい <laughs> <laughs> ありがとうございます。はい なんかえどうぞ皆さん病院なんかコロナ対応とかしたりしてる結構来たりしてるす、ね、これあんま言っちゃいけないからダメかダメですねすいませんそれです,すい,せんつい聞いてしまいましたまあまああともう時間なので、はい、あれですけどもあとじゃあ,まあ今後の高田さんの抱負みたいなあ違うわ 今後みんな国試を受けて看護師になっていくわけですけども何かこう花向けの言葉というか何か最後いただける先輩一応先輩として、うんはい、あの私は本当日本の看護師っていうのは優秀な人が多いと思っていますで日本の看護教育もあのすごくあのバランスが取れていてすごくいい教育をあのしてもらっていると思いますでそこに臨床の経験をあの積んだら本当にあの あと語学のバリアっていうのはそのうち AI がんか解決してくれるかもしれないんですけれども本当にその実践をして臨床を積んで日本の看護師として働く経験を積むっていうことが世界に本当に輸出できる医療なんじゃないかなと私は思っているので頑張って日本の看護師さんとして日本の看護をあの推進していってもらえたらすごい楽しです。 いいいいかなと思っています。ど皆さん頑張ってください。私はちょっとあまり臨床できないので、注射も下手くそなのであれなんですけど、皆さんは頑張ってください。<え>はい。次どこ行くんでしたっけ？次はあの東アフリカのジプチです。はい。まああの東アフリカジプチ関心はい。はい。ねあのジプチ関心があればあのあ。 えあのー、ぜひ、はい、え日本人27人しかいないという恐ろしいなんかところらしいんですけど、まあ、日本のものアジア的なものは一切手に入らないというふうに聞いていますのであのもしもしもし興味があって、あのー、なんかよくわからないけど行ってみようかなと思うのであればスーツケースに日本食をたんまりあの詰めてきてくださったらあの最上級のおもてなしをしてお迎えしたいと思いますあの矢部先生もあのくるくる行、はい、く行く詐欺あのバンコクにはく,るく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 る言いながら結局詐欺に私会いましたけれどもぜひあのお越しいただければと思います。 はい日本食持ってはいわかりました、はい、じゃあどうも今日はありがとうございましたはいありがとうございましたじゃ、はい、失礼しますまたはい失礼しますはいではではまたありがとうございましたはい,はい終了はいありがとうございました終了です終了